山川百合子君。山川君。おはようございます、立憲民主党無所属フォーラムの山川百合子でございます。今日も質問の機会ありがとうございます、よろしくお願いいたします。冒頭私からもですね、川崎の事件におきまして、失礼しました、栗林花子さん、そして小山聡さん、お二人の尊い命が、犠牲になりましたこと、本当に、強い憤りを覚えるとともに心から哀悼の意を表させていただきたいと思います。それでは今日の質問は3つでございます。日米首脳会談と、その後の記者会見での、言葉などからそれを引用しつつ、3点大きく、3項目ですね、質問をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。まずは日米貿易交渉についてでございます。トランプ大統領の、ツイッターで、この日米貿易交渉の、貿易交渉の合意について7月の選挙、これがエレクションズとなって複数形でしたがの後というふうに、発言を、されていらっしゃいます。で、もともとその4月26日の会談時には5月の訪日時の、署名を示唆するなどされていたというふうに思います。早期の交渉妥結を目指していたというふうに思いますが、そのこのトランプ大統領が選挙の日程に配慮するということを、はちょっと考えにくいのかなという気もしているんですね。で、このツイッターへの書き込みが、安倍総理とのゴルフの後というふうに報じられていたこともありまして、選挙に影響を及ぼすことを警戒し、懸念をされた安倍総理が、合意延期を要請したのではないかという見方もございます。そこで、念のために確認をさせていただきたいんですけれども、まず、トランプ大統領と安倍総理との間で合意の時期について話し合ったという事実はあるのかという点、そして2番目には、合意を7月の選挙の後とすることは日米両政府の間で共有されている認識かということ、そして、3点目としましては、トランプ 大統領のこの7月の選挙の後という発言がですね、現在、進行中の茂木大臣とライトハイザー通商代表との間でのこの進行中の交渉に、期限が切られたような形になったようにも見えるわけですけれども、この現在の進行中の交渉に与える影響についてどのようにお考えになっているのか、以上3点お願いいたします。河野大臣。トランプ大統領はかねてからなるべく早く合意をしたいという期待感を述べてこられましたが、現在茂木大臣とライトハイザー通商代表の間で交渉が行われているわけでございまして、これの期限について何ら決まっているものはございません。しかし、日米がウィンウィンとなる良い成果を早く出す、そのために議論を加速化するというのは、これは両国にとって望ましいことでございますし、日米の首脳間でも交渉をなるべく早く加速化していこうということで合意をしたというふうに思っております。山川君。はい、ありがとうございます。できるだけ早くということで合意をしたということを、分かりました。で、合わせてなんですが、今度はですね、また選挙のことで恐縮ですが、アメリカの大統領選挙とこのスケジュールとの関係についてちょっとご見解を、伺いたいんですけれども、貿易赤字の是正を公約に掲げているトランプ大統領が、選挙戦が本格化する前に、アメリカにとっての有利となる結果を求めてくることは、当然想定をされることだというふうに思います。で、この貿易交渉のスケジュールとアメリカの大統領選挙のスケジュールとの関係について、どのようにお考えになっているかということと、またその日米ウィンウィンの関係、これはもちろん日米両国の国益にかなうということであるわけだと思いますけれども、そのこのウィンウィンの関係ということが両首脳の選挙戦への配慮もその外交戦略上含まれるというふうに考えられるのか、お考えを、大臣のお考えをお伺いできればと思います。河野大臣。
ウィンウィンという言葉は英語で広くお互いにとって利益になることという意味で使われているわけで、選挙と関係のない方もこういう言葉を使われていると承知しております。山川君。はい、ありがとうございます。ではですね、もう少し進めていきたいんですが、この貿易交渉について TPP の水準が最大限であるという、この日本側の立場についてなんですが、トランプ大統領がそのように同じように本当に考えているのかという点についてで、ございます。で、安倍総理はですね、日米共同声明を大前提に日米双方にとってウィンウィンとなる合意とする考えであるというふうに、記者会見で答えたわけであります。これは記者の質問としては、農産品の関税については TPP 水準が最大限であるという日本の立場に変わりはないかという質問に対してのお答えです。でこれに、総理がお答えになっているところに、トランプ大統領が割り込むような形で、私は TPP とは関係がありませんという、お答えがありました。で、その日本、政府の方、日本側はですね、TPP の水準が最大限であると説明をし、で共同声明、昨年の共同声明では、アメリカは、日本としては農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの状況内容が最大限であるという日本の立場を尊重することが明記はされています。しかし、その共同声明にはどこにもその TPP という言葉はありません。それでですね、ではその、安倍総理とそしてトランプ大統領の間に、そのTPP の水準が最大限であるという点について、本当に共通のところに立っているのかというところが懸念をされるわけであります。でむしろそのトランプ大統領が共同の記者会見でおっしゃったことというのは、アメリカ側は貿易交渉において TPP の水準に縛られないという主張と捉えるのが自然ではないかというふうに思われるわけでありますが、そこで確認というか質問したいわけですが、TPP の水準が最大限であるという日本の立場はしっかりと米国にも理解をされているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。内閣官房清水内閣審議官。お答えいたします。昨年9月の日米共同声明では、今お話がありましたとおり、農林水産品について過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの状況内容が最大限であるというふうに明記されているところでございます。そして過去の経済連携協定で最大水準のものは TPP と日本としては考えており、その旨をアメリカ側に説明しているというところでございます。さらに今後の交渉でもこの立場は変わらないとアメリカ側に伝えております。山川君。ありがとうございます。そうしますと、アメリカ側にはちゃんと伝えているので、ちゃんと理解はされているというふうに、理解はされているということでいらっしゃったと思います。ありがとうございます。それではもう少し伺いたいのは、この、アメリカのその TPP12 協定の復帰の見通しと、そして11協定におけるいわゆる TPP 枠の見直しを行う必要性について伺っておきたいんですけれども、11協定では、農林水産分野に関する市場アクセスについてはアメリカも署名した12と同じ内容とされていて、牛肉の輸入に関するセーフガードについては関しては米国からの輸入量を考慮した基準である。またバターや脱脂粉乳と TPP 枠についても、米国からの輸入量を含めて設定された数量のままになっています。またその、TPP11 協定第6条には米国が復帰した場合、あるいは復帰しないことが確定した場合などを念頭に、協定を見直す、規定が、盛り込まれています。それで、この、会談の前ですね、5月8日の衆議院の農林水産委員会においては、アメリカが TPP に戻る可能性があり、
日米貿易交渉と並行して協議を進めている状況であるという、まあ、そういうご答弁もございます。でただトランプ大統領 の訪日と、まあ、会談、があって、まあ、事態は変化しているのではないかなというふうに思います。まあ、そこで伺いたいんですけれども、まあ、政府は現段階においてもアメリカが TPP に戻る可能性があるという認識をお持ちかということ、そして、アメリカが TPP に戻る可能性がないと判断されるのはどういうケース、どういうふうになったら TPP に戻る可能性がないというふうに、なるのか、どういうケースを具体的に想定しているのかということ、そして物品貿易協定が署名された場合はアメリカが TPP に戻る可能性がないという場合に相当するのか、さらに4点目として、物品協定が発効した場合において TPP11 協定が見直されないまま両者が併存するということもあるのか、この4点についてお伺いをしたいと思います。清水内閣審議官。お答えいたします。まずアメリカの復帰の見込みでございますけれども、現時点で政府といたしましては、アメリカが TPP に復帰する見込みがなくなったわけではないと考えているところでございます。我が国といたしましては、最終的にアメリカが TPP に復帰することが日米両国にとっても最善であると考えておりまして、その旨を伝えているところでございます。それから今後の日米の貿易交渉につきましては、具体的な交渉はこれからまさに始まるところでございます。現時点では貿易交渉の個別の事柄について何も決まってない段階でございまして、ご理解を賜りたいと思います。山川君。ではそのどういうときに協定の見直しを行うか、どのタイミングで見直しをするのかしないのかということを決めることも、まだ どうするかも想定、こういうときにこういうという想定もまあされていないというような、まあ、答えになるんじゃないかなと思いますが、まあ、一番のもちろんポイントというか関心事というか懸念はですね、その TPP11 で妥結した輸入枠の範囲を、まあ、超えるようなことがないというところが一番大事なことでありまして、私も昨年本会議質問もする機会もいただいたんですけれども、アメリカがにはまた特別枠を設けるということはがないように、まあ、最大限 TPP の水準が最大限だということはおっしゃっていますが、まあ、全体としてというようなお言葉も入ったりしてですね、非常に曖昧でですね、まあ、関係者の方も非常に不安に思われているというふうに思います。で河野大臣は、この、首脳会談の後行われた、これは参議院の、外交防衛委員会で、の中で、日米共同声明では TPP の枠組みの中で合意をする、それを目指して交渉することになりますというふうにもご答弁をされているんですが、まあ、TPP11 でのその TPP 枠の範囲を逸脱した、輸入枠の拡大はしないという、まあ、ぜひご答弁があるといいなというふうに、まあ、思うわけですが、今後の交渉に臨むにあたっての、まあ、我が国 の姿勢というものについて大臣からお伺いしたいと思います。河野大臣。共同声明に基づいて今茂木大臣とライトハイザー通商代表が交渉をしているところでございます。国益に沿った形でしっかりとした交渉が行われ、なるべく早期に合意が行われることが望ましいと考えております。山川君。ありがとうございます。それでは、2つ目の項目として北朝鮮問題に移らせていただきたいというふうに思います。まず5月に北朝鮮が発射した飛翔体についてでございます。これについてはこれまでも質問も出ておりましたが、まあ、私の方でも質問させていただいて確認したいというふうに思います。まずこの、飛翔体についての日米の認識に齟齬があるのではないかという点についてであります。で今回、まあ、今回の首脳会談では、両首脳は北朝鮮問題について、最新の北
朝鮮情勢を踏まえ、十分な時間をかけて方針の綿密なすり合わせを行った上で、国連安保理決議の完全な履行の重要性を含め、日米の立場が完全に一致していることを改めて確認したとされています。しかしですね、トランプ大統領のこれまでのご発言の中で、短距離弾道ミサイルについては気にしないというご発言があったり、共同記者会見の場ではですね、アメリカ国民はもしかしたら北朝鮮が国連決議に違反しているかもしれないと思っている人もいるかもしれません、しかし私はそうは思っていませんというふうなご発言がありました。そこでですね、伺いたいんですけれども、5月の北朝鮮によるミサイル発射について、このことが短距離弾道ミサイルであるという点、そして2つ目としては安保理決議違反であるという点、この2点において日米の立場は本当に完全に一致しているのか、そして、我が国政府として完全に一致しているというふうに言うのであれば、なぜ、共同記者会見で、大統領から我が国の評価と異なる内容が発せられているのか、この2点についてお伺いしたいと思います。河野大臣。短距離弾道ミサイルが発射され、安保理決議に違反しているということで、日米の認識は全く一致をしております。これはもうあらゆるレベルで、日米とやり取りをする中で確認され、アメリカ側もボルトン大統領補佐官、あるいはシャナハン国防長官代行が明確にそう発言をしております。他方、トランプ大統領はこの現在の米朝プロセスを続けていくという意味で、北朝鮮向けにさまざまな発言をされているというふうに認識をしております。山川君。はい、ありがとうございます。その米朝の、交渉なり米朝の関係においてそういう発信をされているというふうに、理解をされているということでありました。そこで、もう一つもさらに伺っておきたいんですけれども、今おっしゃられたように、またそうですね、昨日のちょっとレクでもいろいろとお話を伺ったんですけれども、この背景に、トランプ大統領 その発信の背景に、その大統領と金正恩氏との駆け引きといえるようなものが、背景にあろうかとは、想像する分、察する部分ももちろんあるんですけれども、このことが我が国が国連決議を主軸とする外交上取るべき行動を抑制するようなことにはなってはいけないなというふうに、思っているわけであります。で、日本は、河野大臣が安保理議長として2017年にその非常に強いメッセージも、発せられていますし、ぜひその日本のこの立場しっかりと貫いていっていただきたいと思うんですが、その点について、お伺いをしたいというふうに思います。河野大臣。今国際社会はこの北朝鮮が核並びにミサイルの CVID を実現するまで安保理決議をしっかり履行しなければならんという認識で一致をしているわけでございまして、それはこの時点で何ら変わりはないというふうに認識をしております。山川君。はい、ありがとうございます。では例えば国連への働きかけとかですね、何か国際社会の具体的な何か働きかけっていうのは、行っていくご予定についてはいかがでしょうか。河野大臣。今国際社会の中でこの安保理決議をしっかりと履行していこうということで、足並みが揃っているところでございますので、日米をはじめ、この安保理決議の抜け穴となっている背取り、あるいは仮想通貨、最近は暗号資産というんでしたっけ、暗号資産の奪取、あるいはこの北朝鮮の労働者、まだ海外にいる労働者の本国への送還、こういったものをしっかりと進めるべく、国際社会の中で連携をしているところでございます。山川君。
ぜひよろしくお願いいたします。それでは北朝鮮問題についての、日朝首脳会談に臨むその姿勢として、その条件をつけずにということについてなんですけれども、このもちろん、トランプ大統領からもこの問題に対して先ほど一番、最初の質問の中での、先生の質問の中でのご答弁で、協力の表明も得られて非常に心強いということは私もそのように思いますけれども、しかしその、条件をつけずに日朝首脳会談に臨むことにも、リスクもあるんじゃないかなというふうに、思います。北朝鮮側は、開催に応じる気配はありませんし、仮に開催が実現したとしても交渉が決裂した場合にはまだ完全な決裂に至っていない米朝の非核化交渉にも影響を与えかねないという見方もあるわけですが、この条件をつけずに首脳会談に臨むことのリスクについてどのようにお考えなのかお伺いをしておきたいと思います。河野大臣。拉致被害者のご家族がご高齢になる中で、やはりこの拉致問題の一日も早い解決を目指して、政府としてはあらゆるチャンスを逃さずしっかり対応していきたいというふうに考えているところでございます。山川君。ありがとうございます。ではぜひともよろしくお願いしたいと思います。それから北朝鮮問題で一つ共同記者会見の中でトランプ大統領の発言の中であった言葉でちょっと気になることがございました。それについて伺っておきたいと思います。このようなご発言ありました。安倍首相と私は朝鮮半島の平和と安全を追求するため緊密な協議を継続していく。我々のアプローチの本質は力による平和だというのところがありました。で、これを聞いててというか読んでですね、この力による平和、ここでは、どういうことかなと改めて確認したいというふうに思いました。私は一番この外民会で質問させていただいた最初の時だったと思います。河野大臣に、私のその、平和を作り出すということの私の姿勢についてお話をさせていただきました。武力によらない平和を作るというキャッチフレーズでやってるんですけれども、安倍政権のその集団的自衛権の行使を前提とする、積極的平和主義プロアクティブコントリビューショントゥピースではなく、私の積極的平和、これはですね、平和学にいうところの、ポジティブピース平和創造の在り方を、推進していきたいというふうに私は思っているんですが、そういう、私のその姿勢からですね、この共同記者会見で言われた我々のアプローチの本質は力による平和だというこの言葉、これについて日本政府も、これはトランプ大統領の言葉でありますが、この力による平和という考え方は日米両政府で共有されているのか、で共有されているとすれば、この具体的にこの力というのはどういうことを言っているのかということについてご説明をいただきたいと存じます。河野大臣。トランプ大統領のこの発言は、盤石な日米同盟の下で日米が緊密に連携し地域の平和と安定に向けて共に取り組んでいこうという考えを示された言葉というふうに理解しております。山川君。ありがとうございます。そうすると具体的にその力というものに何かその、具体的なことを指しているということではないということのご答弁だったというふうに理解をいたします。それでもう最後時間になってしまいましたので最後の質問でございますが、最後はですね、安倍総理のイラン訪問についてでございます。やはり首脳会談でトランプ大統領の冒頭にそのイランの訪問、安倍総理のイラン訪問に期待が示されたというふうに報じられているわけであります。またイラン側もですね、外務省のムサビ報道官が安倍総理が仲介の意欲を示していることについてはまだ仲介の段階ではないというご指摘もありつつも、日本の意見を聞くとお話になってイラン訪問について歓迎する意向であるあります。で私たち日本はですね、その中東において民族的宗教的にも中立の立場でありますし、独自の立場を生かすことでそのいいその
役割が果たせる、そして膠着状態になる核合意をめぐる問題に何らかの変化をもたらすことが、期待されているわけでありますが、片側でその米国のアメリカの同盟国であるということで、トランプ大統領の代弁者としてもし意見を伝えるだけでは、そのイラン側からの反発も招くのではないかなというふうに思います。で、中東外交に非常に本当に熱心に取り組まれ、成果を上げておられる、河野大臣であられますが、この安倍首相のイラン訪問において、米イラン情勢の緊張緩和と核合意をめぐる問題の解決に向けて、我が国はどのような働きかけを行っていくおつもりなのか、ご見解を最後にお伺いしたいというふうに思います。河野大臣。まだ安倍総理のイラン訪問は決まっているものではございませんが、日本はイランと伝統的な友好関係がございますので、そうしたこれまでの伝統的な関係を活用し、対話を通じてこの地域の緊張の緩和に貢献できる、そう考えているところでございます。さまざまな対話を通じて、先般はイランの外務大臣が東京へお越しになりましたが、さまざまな対話を通じてこの地域の緊張の緩和に向けて日本も努力をしてまいりたいと思います。玉川君。ありがとうございます。ぜひ日本だからこそ、そして河野大臣の下だからこそ果たせる役割をぜひ発揮していただければなと思います。ありがとうございます。終わります。次に桜井